t i 9 2 TI-92 の2倍のラムを搭載したアップグレード版 TI-92 電卓は1995年にテキサスインストルメンツが発売したクワーティ配列のキーボードを備えた大型電卓である。このキーボードが理由でアメリカのテスト機関は電卓ではなくコンピュータと判断したことから 同様な機能の Ti-89 シリーズが SAT などに持ち込める一方で Ti-92 は使うことができない Ti-92 はその後 Ti-92 プラスへとアップグレードされボイッ a g 2 0 0へと引き継がれたプログラム可能な電卓である Ti-92 はテキサスインストルメンツが製造した中では最初に記号計算が可能になった電卓であり d リビットムに基づいた数式処理システムを備えていた。3次元グラフ表示を提供する初めての電卓の一つでもあった。主にクアーティ配列キーボードによって、ほとんどの標準テストで TI-92 を使うことが認められなかった。また、大きめのサイズのためたのグラフ表示機能付き電卓と比較するとやや扱いにくい。 テキサスインスツルメンツはこれらの懸案事項に応え、TI-92 とよく似た機能を持ちながら、フラッシュメモリの追加及びラムの 188KB への強化、クワーティキーボードを配した小型の TI-89 を発表した。その後まもなく、TI-89 にクワーティキーボードを加えた TI-92 プラスが後継機種となった。さらに、 クワーティキーボードを備え、フラッシュメモリ容量を増強した、より小さくより軽いボイッ a 2 0 0が発表された。Ti-92 は、Ti やそのディーラーではすでに売られておらず、店頭で入手することは大変困難である。Ti-92 プラスは、ソフトウェアの面で、ほとんど同一である Ti-89 の発表から間もなく、 フラッシュメモリを書いた先代の Ti-92 と同様の外観で1998年に発売された。メモリの増強に加え、初めて Ti-89 で採用され見やすくなった黒のくっきりしたスクリーンも特徴であった。2002年以降 Ti-92 プラスはボエッジ2 0 0が後継機種となり、Ti やそのディーラーではすでに販売されていない。 ッ h 2 0 0 OH200 は2002年に TI-92 プラスの後を継いで発表された。TI-92 プラスでは7 0 2キロバイトであった。フラッシュメモリは2 7メガバイトへと増強されたのが唯一のハードウェア改善である。幾分小さくなり、丸みを帯びたケースデザインも特徴である。先代と同様にボッチ2 0 0は一つのグラフに 複数の関数プロット、数列表現と同様、パラメータ表現、極座標、3D、微分形式の方程式のグラフ化をサポートした高度な電卓である。数式処理システムは、ディライブの機能削減版をベースとしている。台数と微積をこなす機能に加え、ボイッ a 2 0 0は、リスト、スプレッドシート、 データ処理アプリケーションが同梱されており、多数の標準的な関数の曲線当てはめ及びたの統計解析処理が可能である。専用に記述されたプログラムと同じく TI-89 や TI-92 のため書か,かれたほとんどのプログラムも走らせることができる。ゲームから対話的な元素周期率表まで広がる、非常に数多くのアプリケーションをオンラインで発見できる。 V200 は大柄な筐体と完全なクワーティキーボードアメリカでのアクトや SAT など多くの試験で使用する電卓として不適格とされる特徴であるマイナスのため PDA や小型コンピュータと間違えやすい TI-89 チタニウムはより小さな体裁でほとんど同一の機能を提供している OH200 は TI 認定のディーラーを通して入手可能であり価格は アメリカドルで約170ドルである。中期、オフィシャルページでは TI-92 プラスのユーザーが利用可能なフラッシュメモリ量が 702KB であるとするが他の情報源では 388K となっている。これは差分である 314KB を消費するジャヤマター S スケチャパドのあらかじめインストールして発売された TI-92 による ありがとうございます。